珍しいね、エマちゃんが冗談言うなんて。冗談じゃないですよ。ただいまっと。今日は午後から来るんだって。なんかね、そういうこと多いらしいよ、病院に寄ってから登校するって。体弱かったんでしょ。完全に健康ってわけじゃないみたいだね。そうなんでしょうね。そっか、なかなか難しいもんだね、体のことも。双葉の場合は骨を折っただけだったからそれほどでもなかったけど。だけって言っても大怪我だったけどね。押し寄せればいいのに。みんなズボンになるの？男はみんなあくまで悪気で羅刹だみたいな。あれチカ子ちゃんじゃない？奇妙な動きするから。はりゃりゃ、コンビニ寄ってきたんだ。はい、学校の購買よりは美味しいと思うんですよね。いろいろあるもんね、最近のお弁当って。そうなんですか。どうしてもお母さんが忙しい時があるから。私、コンビニのお弁当って食べたことないです。え？嘘？マジで？うん、お店で出前取ったりとかもほとんどしないし。それで何食べてるの？草とか？だから、料理して。ああ、草を。草から離れてよ。すごいね、エマって。そっちの方が美味しいし、健康にもいいし。京介ちゃんと結婚する女の人は大変だね。いや、エマと比べられたらってこと。
テラスで寒風に吹かれていると結構きついものがあるかもね。京介くんシャイだね。ま、景色がいいからいいと思うけどね。霧がくって前提とかも妙にされてるし。あー、わかんなかったみたい。そういうのの専門でもないからって。警察な生徒？あ？警察って何？千尋ちゃんが歌歌ってて警察の歌なんだって。そっか、後で調べよう。それで今日はどうするの？じゃあ京介も辞書で調べておいてね。はいは1回です。お疲れ様です。するくらい勉強熱心ってことです。でもみんな勉強してるかっていうとそうでもないみたいだけどね。学校の図書室なのに漫画置いてあるんだもん。しかも目に見えてボロボロ。どうよその熱心さ。まあね。けれど、どうして漫画なんか置いてあるんでしょうね。歴代図書委員もそんなに真面目じゃなかったってことかな。さて、それじゃあ今日は窓の掃除でもしましょう。汚れてるんだよね。気がつかなかった？あたしさ、リフトみたいなあれに一度乗ってみたくって。すごいですね。私は見るだけで足がすくんでしまいます。けど汚れているのは言われてみれば確かにそうですね。悪霊が怪しげな手形を残していったみたいな感じ。困難に打ち勝ってこそ青春だよ。安いんだったらいいじゃん。
君は外ね。だって外は寒いんでしょ。京介君寒さにはトドみたいに強いんだし。そういえば、凍傷を起こした時は患部をまだ温かい動物の内臓に突っ込むんだって。漫画でやってた。かわいそうだよね。だからここは私たちが頑張らないと。そんなあんたが恨めしい。それは私に言わせるの？マジマジ。私は京介くんの気持ちも知ってるからね。バケツ片付けてくるね。積もらないといいけど。
そうかな。今だって作ろうと思えば作れるんじゃないの？作ろうとしないだけで。あ、どうも、こんばんは。こんばんは。はい、その参考書。今からその受験対策と思って。木下くんはもう将来の夢も決まってるんだって。あ、弁護士です。国さん。はい。その何？気になっていたんですが、事件があったそうですね。家の近くで。ああ、うん。大丈夫でした。なんかその怪我とかは。あ、それは全然。そうですか。そのよかったです。心配だったんです。うん、ありがとう。いえ。あ、それじゃ僕はこれで。うん、バイバイ。ちょっと困るけど。努力家みたいだし、いつかは弁護士になっているんじゃないかな。どうしたの？今日はいつにも増してその気がなさそうな感じがする。うん。私にはわかるの。